韓国与党日本との戦争提案朝鮮日報によりますと、日本政府による韓国に対する輸出規制の強化について、韓国与党の共に民主党の日本報復対策特別委員会の委員長が、議兵を立ち上げるべき事案だと発言してしまったことが明らかになりました。ここのの兵兵とは義勇兵のことはであり 韓国与党は日本との戦争を検討していいる可能性がございます日本政府には、こういった韓国軍などの動向の監視を強化していただき、日本国民が、日本企業が、これ以上、韓国政府によって被害を受けないように、対策を進めていただくよう、お願いいたします以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。